スミータン、ありがとうございます。今日は事務所だけど一人で配信しますよ。疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう、スミータン。今日はお弁当を食べながら配信します。お疲れ様でした。ありがとうございます。そう、さすがにね、今日はね、あ、さすがにじゃなくて今日は事務所からです。今日は美味しそうなんですよ。いつも美味しそうなんだけど、こういうやつです。なんかカニクリームコロッケっていうやつです。何弁当ですか？カニクリームコロッケと、あとなんかイカリングみたいな感じでした。美味しそう。これお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。体力、そう、体力大丈夫。痛むところとかも全然ないんだけど、今日はちょっとハプニングが起きて号泣しちゃって、なんかみんな多分心配したかなって思ったんですけど、全然大丈夫です。ごめんね、泣いちゃって。なんか心配しましたよね。スミータン、ありがとうございます。一緒に帰る、違います。そう、明日の S さんの練習もしたりして、今日はお家に帰ります。まだまだ長いです。今日公演楽しく、ありがとうございました。ありがとう、ご視聴ありがとうございます。カニクリーム、そう、美味しい、食べますね。こんばんは、スミータン。そう、明日のアンダーの練習をしてしますね。明日もコーナーであまり無理しない。そう、ありがとうございます。明日の実践します。メンタル全然大丈夫、全然大丈夫ですよ。そう、公演の踊ってる時に、そういうメンタルとかじゃない、大丈夫です、全然。そういう、辛い。なんかメンタルじゃないんですけど、そういう風でもないんですけど、大丈夫です。まだ家に着かないよ、長いね。ありがとうございました。イカリングです。ふんふん、明日公演楽しみ、ありがとうございます。楽しみ。 DM 入れて、ありがとう。映ってたかな、その現場は。みゆちゃんのパフォーマンス、嬉しい、ありがとう。嬉しいな。そう、11日に熊崎さんと一緒に、今日はちょっとこれは家で見よう、家で見せます。そう、明日もあるので、さすがに練習もほどほどにして、ちょっとほどほどにします。20時間勤務だんだん無理でした。本当ですか？明日24時間勤務、すごい、頑張ります。そう、イカリング食べながら、はい、喋るのは無理なんですけど、ふんふんふん。ありがとうございます。明日楽しみ。感極まってとかじゃないんですけど、メンタルとかじゃないし、体調とかじゃないんですけど、ちょっと全然大丈夫なんですけど、明日の公演楽しみにしてますね。めっちゃ楽しみ。緊張調節します。そうね、ありがとう、たくさん。めっちゃコメントある。正解の声、お疲れ様、ありがとうございます。あんたさんに好きらしい、そう、めっちゃ嬉しくて、それがね、嬉しくて、嬉しかったです。うん、うん、みゆちゃん、お疲れ様、気づいてよかった、ありがとうございます。やっほー、早めに寝たいんですけど、生誕 T シャツってないですけど、早めに寝ますよ今日は。でも寝れるかな、練習しなきゃと思って、やばいかも。
頑張ります。ハートありがとうございます。そう、 DM 見てね。明日はね、どんな席か。うん、虹ありがとうございます。ありがとう。あのさくらさんのやつじゃないんですよ。さくらさんのやつを着たいところなんですけど、普通にね違うやつなんですよ。え、そうなの、自体初めてなんだ、楽しみ。そう、見ててね。みゆさんとみきさんと2人が、え、そうそうそう、みゆのの写真を載せてくれてすごい嬉しいです。こんばんは。うん、くまありがとうございます。本当に楽しみなことがたくさんです。いつ見えたの。お疲れ様でした、ありがとうございます。日本ありがとうございます。そう、ツーショット上げてくださって嬉しい。今日もね、たくさんペンライト見えたし嬉しかった。そう、ちょっと今日は練習します。うん、そう、練習しないとやばいよ。なんか緊張しすぎて、あの心配なんですよ。超絶心配で泣きそうなくらい緊張してます。緊張してます。明日見た頃ね、ありがとうございます。でもすごい楽しみ。え、嬉しい。スタートから見てくれるの嬉しいです。うん、でも緊張してもファンの方を見ようかなって見ますよ。見ますけど、あの緊張して、あのなんか制服のエコーンとはちょっと違うみたいになるかもしれないですね。ちょっと緊張しちゃうんで、はい、緊張します。本当に、でも楽しみ。それはそれで、そう、楽しみにしててください。もう見つけます。もう、うん、すごい楽しみ。うんうん、今日みくるさんに会ったんですよ。ママは会ってないです。みくるさんに会って、すごい優しくて、すごい優しかったんですね。うんうん、最近緊張しすぎて寝れなくて、緊張しすぎて寝れないっていうのは違うんですけど、緊張してて、うん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 、あんまり寝れなくて、緊張もあるし、なんかめっちゃいろんなこと考えて、だからすごい楽しみっていうか緊張してます。ありがとうございます。そうそうそう、え、そう、みんな X の通知来たので、みんなさ、コメントしてね。ちゃんとみゆの投稿も見てください。そう、みんな優しいんですよ、本当に。そう、ポストね、みんな見てね。それでメールもしてください。メールじゃなくて、あの、なんだっけ、あの、コメントしてください。で、前髪切ったんですよ。いろんな師匠の写真も、え、そう、全部撮るつもりです。撮れるかわかんないけど。うん。なんか、カニがそ、なんか普通に入ってる感じ。うん。コメントしてね、ありがとう。給食の味と似てる。最初の衣装かわいいよね。もうね、すごいね、全部かわいい。これ頑張ります。今日はちょっと早めに終わって、練習して
家帰ってママ迎えに来てくれるかもしれないし、寝て行きたいと思います、望みたいと思います。そう、レッスン場でちょっといろいろやってお弁当水なしで、え違う、水はあるんですけど、なんかあんまり水の気分じゃないですね今ちゃんと寝ます。今日ママ入りました、ママ来てよ。実は明日も来るんですよママ。そう、めっちゃ楽しみだから楽しみますよ。ママはあの今日は関係者席に入らせてもらって、そう、ママ好き帰りました。うん、めっちゃカニ、え、うん、最後までやりきるのが大事で、ええー、そうなんですね。みもそれをちゃんと頭に入れて、もう全力でいきたいと思います。ママ変わって明日ママさんと、え、そうそうそう、ママさんね明日来るでね、あのね、本当はね、そう、みんなね関係者席にいて、そう、いたんですよ。そう、明日はね本当客席に行こうとしたんですよ。でもママはもうすぐに忘れちゃう人なので、あのなんだっけ、締め切りまでに応募するの忘れて無理だったんですよ。もうね、めっちゃ怒りましたよ。え、ママはね、あのでもなんか制服の目公演のゲネプロで見た時に、石黒ゆずきさんがめっちゃあのオーラがすごくてめっちゃ可愛かったって言っていました。みんなね、会った人が超絶可愛くてって言ってました。めっちゃカニなんだけど、そう、よろしくね。そうです、パキって言ったかな。で、そう、自力でね当てれなかったっていうか、ママが悪いんですけどね。話が合いそう。え、でも来ますよ、あのね、あの関係者席で来ていいですよって言ってくださって、そう、それで行かせていただくんですよ。ママを申し込めてきて、もう絶対にわかる。何分ぐらい？45分ぐらいまでにします。ありがとうございます、ギフト。そう、めっちゃね、黒髪でめっちゃ足長くてスタイル良くてめっちゃ可愛かったって言ってましたね。来てください。みんな注目しないでくださいね、恥ずかしがるので。多分注目するかな、みんな。感想言わされる。でもね、あのね、生誕祭の時ねめっちゃ話したって言ったから。こんばんは、こんばんは。関係者に見たんですよめっちゃ面白い。え、そうそうそう、めっちゃね見に来てますね。まだ2回だけど、いい、確か見えない。ありがとうございます、ありがとう。ママ押しまし、いいですよ、ママ押しましょう。満劇、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。めっちゃママ押したん、いえ、もうダメですそれはこんばんは。確かにあゆかさんはね面白いから、頑張ります。ありがとう、こんばんは、星もありがとうございます。
ありがとうございます。お、58日じゃん。こんばんは、こんばん。なんかね、焼きそばもついてるんですよ。すごくないですか。16歳です。58日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、星、ありがとうございます。めっちゃ緊張して、なんかもう明日っていうのがやばすぎて、なんかやばいっていうか緊張するし、明日っていうのがなんか早っていう感じで、なんかずっと楽しみにしてた公演が明日っていうのがすごい、えって明日ですかってなります。なりますね。公演終わりはね、お腹すきます、本当に。うん、そう、12期母合わせから1年です。いよいよ明日、本当に、うん、今日も先輩3人が出てくれて、めっちゃ学びましたし、たくさん今日もお話できたし、9月1発目の公演だったからすごいいい、もういろんなことを意識しながらやりました。緊張するよね。みんなも緊張しますか。そう、発表あってからね、あっという間、生に近いからおもろい。仕事まで、ありがとうございます。明日のために仕事頑張ってくれるなんて、星もありがとうございます。本当に行きたいね。もう仕事なんか休んじゃえイエーイ。練習してましましたよ車の中でしました。ハートありがとうございます。今日の間劇を、嬉しい、ありがとう、嬉しい。歌はね、睡眠だけはしっかりします。ちょっと早く練習して睡眠もしっかりとって、ニータイスっぽいから逆に血圧想像できなくて、え、そう、すごいね、両方楽しみなんですよ。あの、初めてあやめろさんの生誕、あの、先輩の生誕祭に出演するのが初めてだから、すごいそれも楽しみで。こんばんは、こんばんは。今日は立ち見の配信編の時、え、そう、見つけましたよ、見つけました、ありがとうございます。見つけました。そう、明日はね、たくさんの方が、明日ね、自己紹介もあって緊張します。もう全部が緊張します、初めてなんで。ミータンボンジュールだよ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。うん、そう、楽しみ。そう、 S の先輩はみんな優しいです。泣いてないです。あいよ。そう、明日は同期も一人、同期も一人、美優だけしかいない、美優だけしかいないというか12期は美優だけです。たくさん出たいです。あ、そうなんですか、生誕、あ、そうだったんだ、あやめさんの入ってるんだ。緊張が伝わる、そう、伝わるでしょね。ルーカさんの MC ね、ミーも見ました、可愛いですよね。皆さんね、いっぱいそうです、安心です、本当に安心。お腹がいっぱいになってきた。なんかね、緊張とかあるとお腹がいっぱいになるんですよ。どこのポジションでしかでしょうね。 K2 になったら周りどけ、確かに、え、それ思った。もう明日のためにもうたくさんパワーを振り絞っていきます。こんばんは。そう、まずミータンを探しますか。ミータン大好き、ありがとうございます。ふん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 。みんな優しいから。カジケンコラボ行ってきた。お、行ったんですか、めっちゃいいよ。なんとか無理しない、ありがとうございます。え、そうだよね、娘の方いたよね、めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。ちっちゃい子 K2 なんですけど、そう、12期生の5人がいて、逆にそれも緊張するかもしれない、12期ばっかだから。
気合い出る時のはやっぱりママのご飯かな。明日は会員さん十分、そうしたいんだけど、朝配信しようと思ったんだけど、ちょっと朝早く起きないといけなくて明日で来なきゃいけないから、うん、大丈夫かなって思って。確かに先輩たちもね、みんな緊張したのかな。ありがとうございます、本当に優しくて。劇場から帰ってきてありがとうございました。今日本当にありがとうございました。頑張ります、ありがとう。初めて言ったら、あ、閉まってたんですか。もうありがとう、みんな優しすぎる、ありがとうございます。会社無理して、そう、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、ね、あと5分ぐらいしたら終わりますね。え、あのね、ミーも見に行かせていただいた時にめっちゃ面白くて、超絶面白くてめっちゃ笑いました。スミータン、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。バンテリンドも、そうね、気象あゆかぴょんさん、本当に面白い。このテグスも今日ね、劇場にビブス忘れそうになって、あの西井美穂さんがあの届けてくれ、届けたって、あの教えてくださって、みーちゃん忘れそうだよって言ってくださって届けてくださったんですよ。そう、マリンさんね、もう嬉しい、本当にもうね、優しいんですよ。みーはキュウリ界に入れるくらいキュウリは好きです。優しいです、本当に。ちょっと綺麗にします、と楽しみます。そう、あゆかぴょんさんに、まあ、制服の前公演でもお話をしたことあるんですけど、ちょっとね、結構期間が空いてるので忘れられてたらどうしよう。スミータン、ありがとうございます。ということで投票機能つけたいと思います。星もありがとうございます。いきます、スタート。皆さん、今日の公演は DMM で見たり劇場で見たよって方が1番で、これからだよって方が2番です。で、あの前髪切ったんだよね、気づきましたか。あとね、メイクも今日めっちゃ急ぎでメイクしたんですよ。あの、もう早く終わらせようと思って、メイクは。で、なんか緊張するので明日のことが、もう練習してたんですけど、だからね、メイクがね、ちょっとね、いつもと違うかなとか思ったけど、いい感じかも。明日頑張ります。これからお風呂入ってきます。明日楽しましょうね。可愛いよ、ありがとう。自分で切っちゃダメ、そう言われたんだけど、もう待ちきれなくていいやと思って。だってさ、そんなもう行く暇ないし、全然。はい、今日はズミータ振ってました。え、だよね、ありがとうございました、嬉しい、ありがとうね、さちみから。そう、前髪ちょっとね、結構切りすぎちゃって、結構パッツンになりました。投げてた。そう、ママが迎えに来てくれそうな気もするけど、明日楽しみにしてるね。そう、楽しみです、本当に楽しみ。アーカイブでまた見て、そう、見てね、劇場やるつめ、そう、ありがとうね、本当に楽しかった。佐々木が問題だな、ね、どうだろう明日は、すごい楽しみ。大丈夫、かわいい、ありがとうございます。明日 DM ありがとう。今日も公演で与えしたけど、アーカイブでも、ありがとうございます、アーカイブでも見てね。そう、いい意味で嬉しい、違うか、結構切りすぎちゃって、なんかもう絶対にすぐ伸びるからいいやと思ってね。来てください、見えてた。そう、ありがとうございました。もう頑張ります、夏に合ってるよ、ありがとう。今日何日だっけ、 58 か。まずスクショ
いや明日はアイス公園なのでこうかな。ありがとうございます。ということで読みたいと思います。20位マリナーズさんありがとうございます。19位 D ヨシさんありがとうございます。18位コッシーさんありがとうございます。17位タカシさんありがとうございます。16位カズさんありがとうございます。15位京都マサさんありがとうございます。14位しきりさんありがとうございます。13位くれないのべこさんありがとうございます。12位ゴンさんありがとうございます。11位岸安慶さんありがとうございます。10位しまっちさんありがとうございます。9位てっちゃんありがとうございます。8位けいひろさんありがとうございます。7位マッピアさんありがとうございます。6位ヤッホーさんありがとうございます。5位アンディさんありがとうございます。4位新流さんありがとうございます。3位さかなさんありがとうございます。2位ツーさんありがとうございます。1位はじゃーんじゃんはぐれぐも GG さんありがとうございます。ありがとう。で今日の31番の方はじゃん高幸さんありがとうございます。ありがとう。おみんな1番が多いね。1番が多いけど、まあ、みんなね2回でも3回でももう何回でも見てください。ということで今日は制服の公演もありがとうございました。明日はチームエス公演で初めてのアンダーということでめちゃめちゃ楽しみです。じゃ皆さんも楽しみましょう。じゃあありがとうございました。X もね上がったので見てちゃんとコメントしてください。バイバーイ。ありがとう。じゃあね。おやすみ。バイバーイ。ありがとう。